エドアルド・アマルギ・ドアルド・アマルディは、イタリアの物理学者である。アマルディは、エンリコ・フェルミとの会話の中で、より重い粒子である、中性子と区別するために、ニュートリノという語を作り出した。アマルディは、カルパネート・ピアチェンティーノで、パドバ大学の数学教授、ウーゴ・アマルディとルイーザ・バシーニの息子として生まれた。アマルディは、エンリコ・フェルミに支持し、1938年に、 フェルミがイタリアを去り、米国へ行くまでフェルミの主要な共同研究者であった。1939年にアマルディは王立イタリア軍に徴兵され、1941年に物理学に戻った。1934年頃のラガッツリビア、パニスペルナ。中央がエドアルド・アマルディ。第二次世界大戦後、アマルディはローマラ・サピエンツァ大学で一般物理学を担当し、 フェルミが去った後の物理学部を再建した、イタリア国立核物理学研究所と欧州宇宙研究機構の共同設立者でもあった。欧州原子核研究機構が1954年9月に正式に設立される以前の暫定運営機に総長を務めた。アマルディは欧州における重力波探査のパイオニアであった。アマルディの主要な科学的成果は、 フェルミのグループにおける遅い中性子に関する研究とエミリオ・セグレラが加速器で汎用紙を生成したのとほぼ同時期に汎用紙体消滅の証拠をエマルション法によって得たことである。アマルリは原子分光法や原子核物理学から素粒し、物理学や重力実験に至るまで約200の科学出版物、そして 中等学校や大学向けの教科書を共同執筆した。科学誌の本、例えば彼の友人でありなぞに満ちた失踪をした、エッド・レ・マヨラナの伝記も執筆した。アマルディは1958年にソビエト科学アカデミー、1962年にアメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員に選ばれた。1963年に、 オランダ王立芸術科学アカデミーの外国人会員となった。1968年4月25日に王立学会の外国人会員に選ばれた。アマルデは1948年から会員であったアッカデミアデイリンチェイで会長を務め活発に活動する中、1989年12月5日に急成した欧州宇宙機関の欧州補給機三号機は 彼の名前にちなんで名付けられた。ありがとうございます。